どんな感じなんか時々さ、なんかマイクラにさ、うん、本当なのか嘘なのかわからんさ、うん、なんかこうモッドとかを使ってさ動画とかもあるじゃん、なんかめっちゃさ騙されたの、うんうん、本当に赤ウーパーがいると思っちゃってさあーそういうやつね、そう、いや私もね、まさにね、ミコチに騙されてんだよな。あのミコチさ、あのミコチのさ前から見てるとさ、なんかめちゃくちゃさ画質いいなと思ったの、なんか石のテクスチャーすごい細かいなとか思って寝室とかいろいろ見てみたんだけど、これ多分ミコチのモッドなのかなと思って。そう、なんか綺麗に見えるやつ見えてる。やっぱりやっぱりモッドだよな、騙されたうわー騙されたそうだよ、なんかこれで慣れちゃったからちょっとよくわかんなくなってきちゃったけど、スイちゃんもエメラルドが100ダイヤだって騙されたよねって言われてる、うん、はい、何のことなのかな最低だね、誰そんなひどいことしたの。なんかさくらみことかいう名前らしいんですけど、いけねえよな、そんなこと騙したの、いけねえよ、そんな騙すこと、さくらみこそんなひどいことしたの、したしてないよ、みこしてないよ、してないでしょした、うん、エメラルドはダイヤ100個も価値がある、それでいこうエメラルドはダイヤ100個の価値があります。そうなんだバカだね、わーい、ありがとうスイちゃん、ピークシュクシュ、バカだ、バカだね、やったエメラルドね、この前ね、ミコチがね、教えてくれたんだよ。そうだよ、うん、でしかもね、くれたんだよ、だね、エメラルド、うん、ね、あげた、ね、100個の価値だから、ね、エメラルド1個、100個の価値、ダイヤモンド100個、そうそうそう、すごくね、いや、マジ感動しちゃったよね、これ、あの、証拠の動画が残ってるんで、よくないね、今度見てくださいね、社長、してないでしょって、証拠の動画あるんで、やべ、都合がいいと思ってたのに、やべやべ、え、こんな感じ